止まれ、何をする気だ。ここは君が思っているような場所ではない。そして余計な真似もするな。さっさと立ち去れ。旅の仲間とは昨夜君のそばで見張っていた者のことか。それなら明け方に森の方へ行くのを見たぞ。それを知ってどうする。とにかくここは私が先に押さえた場所だ。私がここで何をやろうと君には関係ない。分かったらさっさと立ち去ってもらおうか。どうした、なぜどこにも行かない。はあ、呆れた。仕方がない。いいだろう、影から君のことを観察させてもらったが。だがいいか、余計な真似はするなよ。ふん、分かった分かった。じゃあどいてもらえるか。私ったく、なんて、勝手にするといい。もともとずっとごまかせるとも思ってなかったしな。入れ。ただ中に入っても驚いて騒ぐのだけはなしだ。では行こう。余計なことは聞くな。安心しろ、この子に攻撃性はない。何せその全身は幼すぎたからな。とにかくこの子に手を出そうなんて考えるな。もし疲れや寒さのせいで休みたかったらって。ん、まさか君がカーン・ルイヤのことを知っているとはな。一体何者だ。どうやって私がカーン・ルイヤ人だと分かった。神を信仰しているか、旅人よ。どうやら君もいろいろあったようだな。よかろう。私の名はエデ。君の言う通りカーン・ルイヤ人だ。さっきまで態度が悪かったことは謝らせてほしい。私の知る限り七神を信仰する者以外の人間はこの世からもうほとんどいなくなっているからな。そして神の信仰者は全員敵だ。とにかくカーン・ルイヤの災厄が起こってから今に至るまでこうやって君のような者と会話ができる機会は少なかったのだ。忌まわしい不死の呪い目。こんな生活をいつまで。不死の呪いはあの憎き神々がカーン・ルイヤ人に授けた贈り物だ。我々は故郷を失い、家族を失い、全てを失った。災厄がもたらした苦痛は最初から耐え難いものだったにもかかわらず、不死の呪いはさらに全ての逃げ道を奪った。このまま自分の魂と肉体が摩耗していくのをただ眺めながら朽ち果てていくしかないのだ。カーン・ルイヤ人の定義は何もカーン・ルイヤの最初の血筋を引いた者だけを指しているわけではない。神に背いた者がカーン・ルイヤを訪れればそのまま国民として受け入れられるのだ。そのため神から不死の呪いを受けたのは罪深いものとされた血筋の最も純粋なカーン・ルイヤ人のみ。そして他の魔人の血筋を持った国民たちは逃亡をする最中で荒野の呪いにより魔物となったんだ。私の子供だ。私生児でありカリベルトという。かつてあんなにも口にするのがはばかられたことを今になってようやく平然と言えるようになるとはな。血筋の関係で私はかつてカーン・ルイヤ王室の貴族だった。だが私はずっと
家族に用意された生活に不満を抱いていたんだ。そんな時、私は平民のとある美しい女性に出会った。彼女はモンドの血筋を持つもので、彼女こそが私の運命の相手だと確信したよ。カリベルトが生まれてからはまさに苦難の連続だった。その全てが私の身勝手な行いのせいだ。それに私はこの子のそばにいてあげることができなかった。そしてこの子は私の目の前でヒルチャールになったのだ。本来私があげるべきものをこの子は何も受け取ることができなかった。彼女は、いや、彼女は私たちとはぐれてしまったんだ。大丈夫だ。すべてを手に入れた時にこそ何かを失うことで辛い思いをするものだからな。それに対し、ほとんどすべてを失っている時は逆にまだ失っていないものに目が行くものだ。私には少なくともカリベルトがいる。そうだった、カリベルトの様子を確認するためだけに私は戻ってきたんだった。まだやるべきことが残っている。もし興味があるならついてくるといい。こっちだ。先ほど君は私がカリベルトをスメールまで連れてきた理由を聞いたが、その理由を今教えてやろう。カリベルトの必要とする薬はこのスメールでしか作れないのだ。あの子の知性を取り戻す薬をな。それだけでカリベルトの呪いが解けるとは期待していない。私の力では神の裁きを覆すことなど到底できないと十分理解しているからな。だが噂ではその薬はスメールの知恵の神の力を借りたもので、埋もれてしまった知性を呼び覚ますことができるという。それはかつて精神障害を患った者のために使われていたそうだ。それであればもしやと思ってな。カーン・ルイヤ王室の大図書館だ。そこのとある書物に記されていた。その薬は七神の力を借りる必要があるため禁書として管理されていたよ。若い頃、宮廷貴族の生活に満足できず常に刺激を求めていたからこそ、私はあの本を読むことができたんだ。ならどうしろというのだ。何を頼ればいい。神はすでに我々に裁きを下した。今さら禁忌を気にする道理なんてないだろう。大丈夫だ、分かってくれればいい。すまない、時々自分の感情を制御できなくなるんだ。おそらく長く生きすぎたせいだろう。この薬を合成するには君の助けが必要だ。私のこの両手は今やもう細かな作業をするのに向いていない。きっとこの中身は朽ちていっているのだろう。なんとも煩わしい不死ののこの材料を君に託す。他にもスメールで育った特産が必要だ。君は持っているだろうか。確か名前はカルパラタハスとスメールローズだ。それはよかった。これは私が記録した薬の製法だ。
できたか。ご苦労だったな。見せてくれるか。正直に言うと、私もこの薬がどんなものなのか把握していないのだ。何しろあの禁書には挿絵がなかったからな。さて、ついにこの時が来たか。いや、実はこの薬はまだ完成していないんだ。最後にあることをする必要があってな。この薬は知恵の神の力を借りることで知性を呼び覚ますことができると言ったのを覚えているか。つまり今から七天神像へ礼拝に行かなければならないんだ。薬を持って早速行こう。行くで。心臓。私はこんなものに頭を下げなければならないのか。神よ、私を見ろ。祈りの言葉など捧げはしない。心から何かを称えるようなこともしない。私の故郷はかつて貴様らに滅ぼされ、同胞たちはかの災厄に散々苦しめられた。それでも私は今日ここに立っている。私を長老する資格を持つのは運命、ただそれだけだ。神よ、もはやこの地の中にある罪が私とは関係がないことを証明しようとは思わない。ただ幼い不幸な子に幾ばくかの慈悲を願いたいのだ。我が息子カリベルト、世にある美しいものを何一つ見ないまま魔物になってしまった。これは本当に本当に幼い命がたどるべき最後ではない。神々の行為が全て最初から傲慢なカーンルイヤ人の頭を下げさせるためのものだったのなら、私はこの頭を下げよう。これまでの人生で守り抜いた全てを捨てた。ほんのわずかな奇跡であろうとも願う。カリベルトにこの世界を再び目にする機会を与えてほしい。お願いだ、神よ。無様な姿を見せてしまったな。戻ろう。ああ。カリベルト、薬は完成した。早速試してみよう。カリベルト、私だ、パパだ。カリベルト、わかるか。カリベルト、頼む、返事は。
君が生まれた時、私はそばにいてやれなかった。君が母親と一緒に苦しんでいた時も。だが今、君のパパはここにいる。長い長い年月を、パパはずっと君のそばで過ごした。まだ、私のことを怒っているのか、カリベルト。もう正気を取り戻したんだろう。ただ、私と話したくないだけなんだよな。パパが悪かった。カリベルト、許してくれ。一言でいいから、何か言ってほしい。頼むから。どうしてだ、神よ。一体これ以上、私のすべてを奪った貴様らに、私はこの安い命でいいのならくれてやる。なのに、貴様らは死ぬ権利すら与えてくれない。やはり信じるべきではなかったんだ。神と少しでも関わりがあるものを信じるべきではなかった。この世にいる神々は一瞬たりとも人間の味方をしたことなどない。他に原因だと？どういうことだ？そうか、そういった理由も。諦める？いや、絶対に諦めるはずないだろう。カリベルトとここに50年、いや100年だって暮らしてもいい。何しろ時間は持て余すほどあるのだからな。では出発しよう。薬をもう一つ作るんだ、今すぐに。薬の鍵となるのはあの一種のキノコだ。少し面倒だが、手に入れる方法がないわけでもない。そこの畑に植えたんだ。細かいことは気にしないでくれ。その好奇心を抑え手伝ってくれるのなら、先ほど礼拝した心臓の隣に滝がある。そこで午後2時の水を汲んできてくれないか。私はもう少しカリベルトの経過を観察したい。君が戻ってきたらキノコの成長を促す肥料を探しに行ってこよう。ああ、時間になったら行くといい。戻ったか。カリベルトの状態はかなり安定しているよ。言い換えれば、依然として何の効果も見られないということだがな。よし、水をくれ。ここでしばらく見張っていてくれるか。特にスメールのレンジャーを家に近づけさせないでくれ。ああ、すぐ戻ってくる。肥料は比較的簡単に手に入るはずだからな。ふふ。え
何があった？魔物が出たのか？君がいてくれて助かった。私一人ではこれほどの数の魔物を相手できなかっただろうからな。そうだ、肥料は無事に手に入った。昨日次はこのキノコを取ろう。先ほどと同じ手順でもう一度薬。いや、何でもない。ただこの畑で休んでいたらつい考え込んでしまってな。長い年月を経て私は本当に疲れてしまったそうだな。だから考えてみただけだ。薬の作成ご苦労だったな。手順通り次は七天神像に向かおう。どういうことだ？今のはカリベルトじゃないか。まずい。さっき薬を作っている時に。急いで追いかけるぞ。